こんばんは。ご視聴ありがとうございます。本日は神奈川県足柄上郡 JR 東海御殿場線松田駅にやってきました。先ほど本日の最終列車山北行きが出発をしまして、本日の営業は終了しています。駅ホームの方に立ち入ることはできません。先ほど JR 東海の駅と言いましたが、それ以外に JR 貨物の駅でもあります。定期貨物列車の発着はありません。ちょうど地図がありましたので簡単に触れときたいと思います。歩いて約8分ぐらいの場所に小田急線の新松田駅が位置しています。こちらの地図には記載がありませんが、御殿場線と小田急線、小田原線をつなぐ連絡線というものが設けられています。足柄上病院あたりで小田原線に接続をしています。ゆっくりしていましたら、先ほどまで松田駅の一番線に停車をしていた珍しい車両、どこかに行ってしまいました。追いかけていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。今回初めてということから流れがさっぱりわかりません。とりあえず新松田駅にやってきました。まだ駅ホームの方に行くことができそうなので移動します。町田新宿方面に向かう本日の列車はすでに終了しています。左側のホーム3、4番線に入ることはできなくなっています。しかし小田原方面に向かう列車がまだ運行されていますので、こちら側の1、2番線ホームの方には入場券を購入すれば立ち入ることができます。まともに捉えることはできませんが、1、2番線にはカメラを持った方が多くいらっしゃいます。この辺りは関係ないようでほとんど人はいませんが、先ほど松田駅でゆっくり見ようとしていた珍しい車両、すでに入れ替え作業を開始しまして、この後こちらにやってくるということです。新宿から小田原線経由、先ほどの連絡線を介し、松田から御殿場線で御殿場までを結ぶ特急富士山号の運行は毎日あります。しかし今回の車両はなかなか見ることができないものです。大変珍しいということから、駅ホームにはカメラを持った方が集まっているということです。なんだかわけのわからない光景になっています。こちらは小田急線の新松田駅、しかし左を見ますと新鶴見機関区に所属する EF65 型2000番台、多くの方が集まっていますので近くまでは行きませんが、左の尾灯を点灯させ停車しているのは2074号機です。本日の最終列車、営業列車の運行がすべて終了しましたので、駅ホームの外に出てきました。先ほど御殿場線、松田駅、JR 貨物の駅と言いましたが、小田急電鉄の車両を連絡線を介しまして、搬出入するときのみ使用されています。そして今回2074号機がやってきています。小田急電鉄の車両を高周走するということです。左
一通り見渡したところでまだ車両の方を確認することはできません。先に牽引を担当する2074号機がやってきたということになります。やはり気になるのは小田急電鉄の線路に JR 貨物の電気機関車、誰が一体運転するんだということになります。松田駅までは JR 貨物の方が乗務されてきまして、そこで小田急電鉄の方に担当が変わります。連絡線を介しまして一旦町田方面に進みます。そこで進行方向を変え、こちら新松田に到着したという流れです。小田急電鉄にも電気機関車に乗務することができる方複数名いらっしゃると聞いたことがあります。 JR 貨物の高周走といえば、ここ最近 EF210 型が大変多くなっています。しかし未だに EF65 型、これはおそらく小田急電鉄の乗務員の方がまだ EF210 型で研修などを行っていないからかと予想することができます。深夜の新松田駅といえば閑散しているイメージです。しかし本日は異なります。多くの人が集まっています。そして PF、 もう間もなくしますと高周走される車両が牽引されまして到着するということです。それにしても大変多くの方が集まっています。邪魔にならない適当な場所で見ていきたいと思います。到着しますと真っ暗になってしまいました。こちらの車両は小田急電鉄8000系、6両編成が2本連なり12両となっています。編成番号を確認することはできませんでしたが、手前の6両が牽引してきまして、後ろの6両は無動力の状態になっていました。反射板も取り付けられていました。高周走される車両は後ろの6両編成ということが分かりました。パンタグラフを下げたことにより前の6両編成も通電していません。切り離し作業が行われている模様です。どこに行ってもものすごい人ということから、まともに見れる状況ではありません。編成番号を見てみますと 8261F、 この後高周走されます。到着した最後尾には反射板、そして自動連結機に対応するものに交換されています。
この後の流れ、あくまでも推測となりますが、牽引をしてきた8000型、作業が終わりますと通電をしまして、切り離しが終了したところ、その後小田原方面に逃げるかと思います。こちらの車両が左方面、小田原方面に逃げていきますと 8261F のみがホームに留置という形になります。そこに先ほどの2074号機が入れ替え作業を開始しまして、連結作業、小田原方面に連結するかと思います。 8261F と2074号機の状態になりますと、推進運転で町田方面に少し進むかと思います。そして連絡線を返しまして、町田駅の方に向かうんじゃないかなと思います。やはり小田原方面に逃げていきました。大変すごい状況になっています。警察官の方までやってきました。まともに見ることできません。残念ながらカメラを持っていた方がフェンスに登られていたということから注意をして回っていたようです。 8261F についてちょっと触れときたいと思います。配置は北見検車区になるかと思います。相模大野の方に改装されまして、今回の講習走に向けた準備が行われています。その後海老名に改装されまして、今回牽引されてきたという流れです。別の会社に譲渡されるという話が出ています。2074号機入れ替え作業を開始しました。どこの会社に譲渡されるのか現時点ではよく分かりません。今回は新松田駅周辺で入れ替え作業など見るだけにしときたいと思います。この先機会があればどこに譲渡されたのか見ていきたいと思います。少し小田原方面に移動してきますと、ここまで牽引を担当してきた電車8000系が左に待機、右に2074号機、ここでバトンタッチです。
見やすい状況とは言えませんが、1074号機と 8261F 連結作業が終了しまして7両編成になっています。見れるか分かりませんが、この後推進運転です。移動します。最初に触れました足柄上病院付近です。この辺りで小田原線と連絡線が分岐しています。2074号機の推進運転により一旦町田方面に若干進んでいます。3本線路が見えているかと思います。真ん中の線路を右方向に進みまして、この後2074号機が先頭に立ち、一番奥の線路を左に進んできます。上空を見上げますと、こちらは UFO でしょうか。緑、赤と点滅しています。消えたと思ったらまた点灯しています。本当になんだか分かりません。御殿場線松田駅まで追いかけてきますと確認することができます。1番線に現在停車中。ここまでが小田急電鉄の管轄で JR 貨物に引き渡されました。乗務員交代が行われまして出発です。遠くに富士山が見えています。8000系の方は譲渡ということであれば、もう小田急電鉄に戻ってくることはないかと思います。
沼津方面に向け出発してったことは確かです。しかしどこに向かったのか現時点では分かりません。引き続き動向分かりましたら見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。空を見上げますと UFO というわけではなくドローンだったようです。夜が明けそうな感じがします。だいぶ眠くなってきましたので本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。